万葉集より山辺の赤人の歌ステップ編です。大事な言葉や文法についてお話をしていきます。さあ、ホップ編でも最後の方ね、少しお話ししましたが、田子の浦です。静岡県の駿河湾北部の海岸です。お近くにね、住まわれている方にとってはもうお馴染みだと思いますが、富士山の堤防具、 展望が美しい場所として知られていますではタゴノウラという言葉だけでもうすでに5文字ありますタゴノウラユこのユがどうも収まりが悪いリズムが感じられずにどうもなんか覚えづらいという方がほとんどだと思いますでもこのユ非常に大きな役割を担ってくれているんです えー、万葉集、他の和歌でもご紹介したことがありますが「えー、上代」とは奈良時代以前のことを指しますその「上代」で用いられていた各女子の湯なんです、えー。皆さんがイメージされる古文というのはやはり平安時代以降のものが多いですね。ですが「万葉集」はもちろん奈良時代に成立していますのでその「上代」の言葉遣いがあります。 今回この湯は、何〇を通ってという意味です。では、タゴの裏を通ってとなるわけです。続けていきますよ。うちへ出てみれば、特技ることができます。 まず、うちいでですが、動き言葉、動詞ですね。辞書を引くときの形を終始形と言いますが、その終始形はうちいずです。でてんてん。それがうだんですから、つ点てんてんの図になりますよ。意味は、広いところへ出るとなりますね。では次は、ば。 そう、接続助詞の「ば」ですはい、えー、古文の言葉第1章から見ていただいている方にとってはもうね「ば」はねおなじみだと思うんですよ。もうわかるわかるどんな意味かってあとは3つの中から探すだけって思っている方がいてくれれば嬉しいですがまあそうなかなかね、えー、すぐには難しい方もいるかもしれませんね。何々すると、という意味です。 接続するわけですから本当のことを言うと前も読んで後ろも読んでようやく意味が確定すると、えー、考えておいてくださいね、えー、このあたりは、えー、高校で改めてまた古文を頑張っていかれる時の大きな財産になっていくと思いますさあ3組に行きましょう真っ白にそうですやはりそうが気になる、うん、そう思っていただけると嬉しいですね これは、かかり女子のぞです。ぞ、えー、というふうに濁った音で覚えていますが、えー、上代、奈良時代以前では濁らずにそで使っていました。では、かかり女子のぞといえば、そう、なんといってもかかり結びの法則です。はい。ぞの結びは、全体形。覚えましたね。 じゃあ、像の結びをまず探してみることにしましょう。富士の高嶺に雪は降り蹴る。ありました。この蹴るです。もともとは、えー、助動詞の蹴りですね。それが蹴るというふうに連体形になっています。では、えー、次に、あのー、 新しい疑問が湧いてくるのではないかと思いますこのケリは助動詞だとお話ししましたが一体どんな意味の助動詞なんでしょうかケリといえば過去だと思っている人、うん、正解ですが今回は違うんです和歌では英単で使われるというルールにのっとります はい、詳しくは高校で勉強しますが、この毛には、えー、気づきを表すんです。あ、こうなってたんだ、っていう感じ。それが気づきなんですね。では、山辺の赤人は何かに気がついた。どんなこと真っ白に富士の高嶺に雪が降っている。と気がついた。そして感動したわけです。 明かり結びの法則を含めた訳し方は次のジャンプ編で現代語訳をご紹介しますが今もう一度タゴの裏湯のところから流してお話をしてみますねそうすると皆さんは仮に綺麗に訳すことがまだできなくてもこの山目の赤い人がこの繁華の中で伝えたかったことはバッチリ掴めると思います行ってみましょう 富士山の展望が美しい海岸田子の浦を通って広いところへ出てみると真っ白に富士の高根に雪が降り積もっていることに気がついて感動したとなります。 すで、えー、にお話ししてある通り、えー、これは「繁華です。繁華の前には「蝶華がありましたね。雨土のから始まるあの蝶華、その要約や補足として非常にふさわしい、えー、中身を伴った繁華ではないかと思います。では続きは現代語訳のジャンプ編へ進みますよ。「万葉集」より山辺の赤人の歌ステップ編以上です。